どうも井上真でございます。ということでね、朝が早いんですよ。ちょっと眠いんですけども、今日はこちら宇都宮市中央卸売市場にやってきております。ということでですね、なんと今日は月に一度の運命部朝市が開催しているということでね、中に入れるんですって。なんか旬の美味しいものとか食べられちゃうんでしょうかどんな感じか楽しみでございます。それでは行ってみましょう。レッツゴー、カモンカモン。にぎわってますね。いろいろなもんが置いてある。あ、こっちがお魚なのかな。すごい。わー、マさん、おはようございます。こんにちは。中央市場の佐藤と申します。佐藤さん、お願いします。お願いいたします。井上と申します。いや、もうすごいですね。そうなんです。今日すごくにぎわってて、ね、そうなんです。月に1回ですか。そうなんです。運命部朝市って言いまして、普段は一般の方入れないんですけれども、梅部朝市は第2土曜日、毎月第2土曜日に開催しておりますので、一般の方入ってお買い物楽しんでいただきます。あれだ、プロの仕入れの方たちじゃなくて、今日は一般の方だからこんなに賑わってるってことなんだ。そうなんです。普段はプロの方がもう、そうなんです、プロの方だけなんですけれども、今回特別に入れる日ということで。嬉しいですよね、これ入れるのね。すごい、なんかいろいろ見たいんですけど。ではぜひ早速行ってみましょう。ありがとうございます。すごい並んでますね、ここは。あ、そうなんです。マグロがすごく人気でですね、はい、マグロ、この場でマグロ切ってくれてやってるんですね。そうですね。この研究所ぐらいの栃木テレビです。お邪魔してます。あ、有名なねそうなんですよ。いやー、そうですか、はい、マグロ、あれマグロですか、まんまる。まんまる、今私が買ったのあれ3つ。あれ、腹一丁お買い上げお父さん、あれ買ったの、マグロ25キロ。すごい。え、何にされるんですか。お寿司。あ、お寿司屋さんですか。寿司屋さんなの。あら、プロの方にも出会える。そうなんです、そうなんです、ね、でも賑わってますね、一般の方がいっぱいいらっしゃる日もね。月に1回一般会合なんだよね。なるほど、今日は入ってるんじゃない。そうですよ、ね、ありがとうございます。はい、どうもどうも、はい、ね、このやっぱり市場独特のね、匂いがしますよね。栃木なのに磯の香りがしますよ、ね、いや、本当そうだ。宇都宮でこんなに磯の香りをね、嗅げる場所はそうないですよね。なかなかないと思います。あ、イカでございます。おー、綺麗なイカ。おー、テカテカですよ、これ。タイだ。お世話になります。タイ、こんにちは。わー、すごいですね。ホタテですね、美味しそう。150円、輝いている何が出ますか。一番マグロが出ます。何ですか。うちの店マグロ。マグロが、いやー、はい、美味しそう。マグロ、マグロがやっぱり出ますか。一番、そうです ね、 ね、はい、この時期になってちょっとね、こういう刺身系が皆さんこう、はい、買っていただくのは、みんな、いや、これで1000円で大丈夫なんですか。そう、いやー、もう赤字ですよね、ちょっとねもうお客さんにも本当に食べてもらいたくて、はい、いや、はい、これで1000円はだってね、社長、どうやって何個できるか、社長社長、これは解読ですね、社長。一番のおすすめですから ね、 ね、お塩かけてご飯乗せて、はい、そうもうこれ3点でも皿盛りでもこのまま、あ、ほんとだ、はい、1600円で、はい、そう、あとはつまごとわさびを買ってもらえれば。そうですよね、はい、佐藤さんは何の魚が好きですか。やっぱりマグロが大好きですかね。マグロですよね、やっぱりね。あ、並んでらっしゃいますけど。そうですね、お会計の列ですね。マグロ、米金さん。宇都宮ってかなりマグロの消費量が多くてですね、はいはいはい、そうなんです、人気なんです。みんな並んで、これは何に並んでんだろうね。あ、こう袋に入れて、あそこはレジみたいになってるわけ。そうですね、ここで伝票つけてもらって。こんにちは、こんにちは。並んでる、こんなに混んでる。皆さんやっぱり人気はマグロですか。あ、やっぱり栃木の人はマグロだね。やっぱりそうなんですね、宇都宮の人も、うん、ね、お父さんのとこで買うのが美味しいんだ。そう、もう栃木を生み出してとは言わせませんよ。キャッチフレーズでやりますよ。そうですね、なんかこう潮騒が聞こえますもん、ここから、ね、おはようございます。おはようございます。お邪魔しております。どうも、マグロ丼も売ってる。あらららら、美味しい。マグロは大人気なんで。やっぱすごいですよ、うん、980円で食べれちゃうんですね、これが。まあ、原価はね、あんまり第二土曜日は考えてませんから。あ、そうなんだ。この日はもう儲けとかじゃなくて。そうそうそう、楽しんでもらうためにやってるんで。すごい。で、
さすがにね、年度変わりで初っ端なんで、はい、普段買えないようなマグロも今日は先取りして売ってます。お、岩手大船渡の生本マグロ、はい、わあ、そうですか、太っ腹だ。スーパーとかデパートとかで買えない食材が買えるわけじゃないですか、はい、それが月1回入れるってことなんで、やっぱりね、変わったものを買ってってもらいたいから、はい、やっぱり、まあ、高いものでもリーズナブルな値段で出すと。お店ももうそういう気持ちでやってらっしゃってると。ありがとうございます。はい、佐藤さん、なんか先ほどとはちょっと雰囲気が変わりましたね。そうなんです、はい、こちら関連棟といいまして、はい、関連事業者さんが入っているところですね。関連棟、はい、お魚以外の。そうなんです、菓子乾物だったりとか調理用具だったりとか売っているところです。調理用具、へー、面白そう、はい、今日は、はい、タケノコ、タケノコ旬のものを今年は。あー、ほんと大きいタケノコが今日の朝掘ってきた。はで、生産者が竹林から掘ってくる。そう、やっぱり取りたてが一番美味しい。で、スーパー行くと1本1000円ぐらい取れるから。あ、そう、これはいくら。わ、日本で1000円、はい、すごいお得。調理道具。あ、そうですね、調理道具売っているところがありますので、ぜひ見に行きます。食器も売ってるんですね。すでもこちらは一般の方もいつでも入れるような関連棟になってますの です、ね、いつでも買いに来ていただけます。いや、見てこれ、これはなかなか見たことないでしょう。ステンレス寸胴鍋、なんか即売の感じ。そうなんです、はい、え、お魚、お肉、こちらお肉のお肉だ。うわ、大人気、並んでらっしゃる。そうなんです。え、安い。すごい、信じられないぐらい安い。ささみ200円、鶏もも300円、あの大きさで。わ、ほかほかしてる。え、餃子って書いてあるよ。そうなんです。餃子、あららららら、こんにちは。魚見てきてね、お肉もあって、まず餃子があるとは。やっぱり宇都宮です。さすが、そこは宇都宮だから。ありがたい、はい、湯気につられてね、匂いにつられてきちゃいます。こちらいろいろお惣菜、本当だ、お惣菜だ、ね、調理して売ってくださっているところで。へえ、佐藤さんもぐるりしておかずいっぱいやったらね、もう3日分揃っちゃいますね。そうですね、もう何でも揃うので。カップルも雰囲気良かったですよ。本当ですか。こんなとこ知ってんの、ちょっとおしゃれだろ。感じでしたよ。ぜひ来ていただいて、ね、皆さんに。すごいな、はい、だいたいこれで。そうですね、一周できたかなと思います。ね、はい、すごい。毎月第2土曜日開催の運命で朝市、月によって旬の食材も変わってきますので、皆さんもぜひ楽しんでくださいね。いやー、いろいろ見れて楽しかったなということで、なんといっても嬉しかったのはね、こう人のにぎわいが戻ってきてるということですよね。ということで、宇都宮市ではたくさんね、これからもイベントが予定されております。8月までの主なイベントをご紹介しましょう。こちら、宇都宮市では8月までにご覧のイベントの開催が予定されています。コロナの感染状況により日程の変更や中止になる場合もありますので、詳しくは宇都宮市のホームページでご確認ください。ということで、いろんなイベントぜひ伺ってみてくださいね、楽しんでください。そしてこの運命部朝市は、毎月第2土曜日にやっておりますので、ぜひ楽しみに来てください。もうちょっとね、見ていきたいと思いますので、それではまた次回、宇都宮のいいとこでー。